じゃあ、パーボ、はい、やっほー、皆さん、こんにちは、よしおちゃです。そう、こっち田んぼよ。はい、この田んぼですね、水がね、抜いてあった田んぼなんですけども、素晴らしい、しっかりね、活着してますね、これほらね、ゆきこっち、そうそうそう、こっちいっぱい生えてる。うん、そうそうそう、やっぱり、ね、中干しを早くやったのでよかったですね。中干しを早く、めっちゃ早く中干しをしたので、しっかり分裂が進んでおります。この田んぼは全滅せずに済みそうです。こっちもね、ちょっと弱いですけど、まあ、しっかり水が抜いてあったんでね、今日雨が降ってるんで、水が勝手に入っちゃってますけど、また抜けてってる感じですね。この水路の線を外してあったんで、やっぱり早期中干しね、成功、今年は成功ね、全滅を免れました。対してこの田んぼだけね、こういう風になるんですよね。水を抜けてないとね、こんなことになります。向こう側の水路で水が詰まってたんで、水が入ったままでした。ここはこんな感じでね、稲が消えましたね。いやー、ひどい。よいしょ、おいで、ごめん、こっちにした。よいしょ、こっち側もね、抜いておきましょう。よいしょ、これ息吹抜かなかな、これちょっと待ってな、遠くだよ。よいしょ、じゃあってなった。ほら、すごい。あ、まだ来た、あ、早いの来た。うぅーうぅー、カーンカーンって来たな。また切った、すごいすごい、また切った、ブーンって来たな。うん、来たね。うん、水がね、流れるようにするの、これ。うん、パパ、何してたの。何、うん、泥遊び泥遊びしとるよ。うん、泥遊び楽しいよ。また来た、もう来てない。結構深いな、この田んぼ。スコップ持ってこないかんだな。はい、というわけで、超必然にはガス湧き田には超早期中干しが有効ということが分かりました。そうしないとこんな感じになります。もうほとんど稲が消えかかってますね、ここ。あ、入った、入った、うん、入った、入った、入った。うん、渦巻きできてるね、ぐるぐるぐるって。よし、OK、 よし、あっこー、あっこ、あっこー、よいしょ。ほら、こっちは全然、ほら、稲が元気やろ。大きくなってるよ、俺、稲が。大きくなったな。大きく。うん、大きくなった。大きく、電車来る。うん、電車。電車また来る？ほら、なんかピンクのもあるよ、いぶき、これ。ピンク、何これ。ピンク、これな、触っちゃいかんのだよ、これ。ピンク。タニシの卵。うん。ピンク、ピンク、毒があるからいかんのだよ、これ。こっちもピンク、こっちもピンク、そうそう、危ないよ。根は死んでないですね。はい、まあ、それでもまたガス湧きはしてますけど、分裂も進んでるみたいです、この辺しっかり。こっちもピンクあった。うん、いっぱいあるな。いっぱい。これぐらい稲が成長すれば、ジャンボタニシが暴れ回ってくれても、ちょうど草を抑えてくれるという感じになります。また来る。またあんごどうした、来るかな。
あれ音がしてきた？カンカンならない。ああ来た、ブッブーって。もう一回来る？音がしとる？うん、うん、はい、というわけでまた撮っていきたいと思います。バイバイ、よしおちゃんでした。バイバーイ。